え？マセラティ来てますね。僕5回だけなんか弾けるんすよ。ちょっと5回弾いてみてもいいですか？これ弾けねえんだけど。そこがちょっとあれ。それ差別じゃね？いやこれ5回で弾けたらやばくね？俺も課金したことあるけどこんなメダルもらったことねえぞ。いきます。はい。てかマセラティってマジのマセラティなの？これマジで来たらやばいよ。ちょっと待って、これ何？ブス当たったんだけど、略略し。いや、これ結構当たりだぞ。これ何？待って、何この…ちょ、しかも俺これ持ってないやつだぜ。てか、これって一番レアリティ高いやつだよね。うん、グレン、羅刹。怖い怖い、3回目行くか、うん、ワンちゃん。あ、結構レアリティ高いのが当たったかな、これ。いっぽいかもね、これワイルドレファー。これ以上出んのかな。5回目。ちょっと待って、ダイヤどんだけ入るんだよこれ。え、ちょっと待って、これどういう内容なんだ。あ、すげえこれ。あ、95式とかあるじゃん。ちょっと待って、最低が最低でも最低紫、うん、あ、違うわ。え、剣5回で激レア引いてんだけど。やばすぎだろこれ。ここも会場なし、火出てる。すごいねそれ。よし、これ装備しよう。お、すげえ火出てるわ。AK でガチ対マン対決ということで、 A さん、僕なんか5回引いただけで、はい、まさかの超激レアの AK 迷彩をゲットしちゃったんですよ。だってもう車と同じ色っすからねこれ。ということで今回はこのガチャ引けたっていうのも記念して、うん、この AK でね対マンバトルやっていきたいと思います。対マンバトルでいいんだ。まあいっか。樹海さん悪いけど。何？樹海さんには悪いな。何悪いって。樹海さんなんか弱いじゃん、なんか対マンとか。今回も、3本勝負日本選手でやらせていただきます。で今回は特に AK で戦うっていうこと以外は縛りないんで、はい、どこ降りても大丈夫です。でエリアは迅速なんで早くアンチが収縮します。なんか久しぶりなんだ普通に戦うの。確かに。てかあと AK にそんなフューチャーしたことないからな。そうだね。てか AK あんま使わないとなったら81式使っちゃうもん、うん、さあこれでもアンチ早いからな。そう、そこなんだよね。死んじまうぞ。確かに。おっ、いいね、炎がめちゃかっけえじゃんこれ。マジでなんかトンネルとか入ったらさ、あ、戦うぐらいそうじゃん。止まってしまった。戻ってきた。怖い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 。なんだこれ。マジ怖いんだけど、ちょっと最近戻ること多くない？グリッドとはいわゆるそのバグを利用してなんかすることらしい。樹海バグみたいなもんだから。おい、なんだそれ。樹海バグ。なんだよその樹海バグってのは。まあまあまあ、あんま気にしないでそこ。落ち着け。あ、俺は落ち着いてるよ。車欲しいな。おー、範囲また縮まるね。早いな。いやー、防具を完璧にしたい。防具重要だな。うん、これあるないで結構変わるよ。うん、 AK 落ちすぎだろこれ。やばいね、ゴロゴロしてるぞ。つまらん死に方だけは嫌だ。いや、場所が分かんない分こっちの方がスリランだよな。確かに、どこ行ってもいいしな。そう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 。しかも AWM と違って一発じゃ知らないからな。てかやば。ちょっと範囲早すぎないか。きつ、これもうあと14秒で来るぞ。やばいやばい、マジでやばい。いや、どんな感じだよこれ。うわっ、よし、おー、来た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 。
えー、わーっしゃー、先に位置確認してたのはでかい。くっそー、よーし、次で仕留めるぞ。いや、また手震える病だ。いや、なんだっけ、アドレナリンってやつかだな。サッカー場バトルの時に終わったけど、死しかねえな。なんか車で動くかすごい悩むんだよな。確かにね。さあ、範囲は、おお、いや、範囲マジ見てかないとやられる。うわ、もうあと1分。早くね。おい、なんだリュックの容量不足って。てか、リュック持ってねえからか。早くリュック。早く。これリュック重要だよマジで。ちなみに俺もリュックねえけどさ。リュック落ちてなくね。いや、早くしないと来ちゃうよアンチ。いやマジでリュックどこ。あった、レベル1かよ。ん？ん？何？え？なんだよ。自分で撃っちゃったな。ああ、そういうことか。やばい、あっちが迫ってきてるよ。拡張欲しいんだよな。ああ、拡張ね。拡張なのとなんじゃ全然違うな。うわ、狭まってきたな。やばいね。うわ、早い早い。え、この銃結構目立つ。いや、マジでどこにいた。どこだ。いなくね。お、いないぞ。どこだ。よし、あ、うわー、後ろ。よしよしよし、せっかくギリ来てたのに。なあ、ギリだったよなあれ。ってことは物資行ったか。そう、いや、てか物資行ったっていうか、なんか最初の街に普通に落ちてきて、あれ、マジか、物資落ちてんじゃんのって来たか。勝ちて。さあ、これ重要。いや、ほんとどこ降りるかだよな。最初かぶっても怖いしな。確かに。都心ですか。いや、でかいとこはやめた。え、ん、あ、びっくりした。 あれに落ちた、あの、電、あはは。しかも一瞬降りるボタンも押せなかった。ビビった、危ねえ。リュック問題出ました。あ、勝ちたい。いや、マジ硬化して、いや、緊張するぜ。肩凝るんだよなこれ。なんか肩甲骨が張る。確かにこれずっとさ、形固定してるもんな、うん、お、拡張、これはありがたい。あとはもうどのタイミングでアンチに行くかだよな。あ、これはもう行かないと。はい、あそこか。うわ、そろそろ合いそうだな。そうだね。怖っ。いや、マジで合いそう。てか、やべ、音が消えた。うわ、どこだ。よっしゃー、よーし、久々の勝利。あー、危ねー。さあ、ということでこの動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、お願いします。お願いします。次回のおねしょじゃない。